はい。えっとね、リミックスする方法ですね。えっ、ー、と、これをね、今日ちょっと、えー、時間をかけて、久々にね、CAD ネタです。気が向いた時にですね、あの、適当に、こう、アップ、アップロードしている状況ですけれども、あプルさんのですね、えー、3D データ共有サイトですね、プリンタブルズっていうのがね、あるのはもう、あの、大体皆さん、あの、ご存知ではないかと思うんですけど、僕のページ、今、こんな感じなんですね、プリンタブルズ。これはもう、 全部、正真正銘僕が作ったデータだというふうに言えるんですが、皆さんですね、おそらくこの 3D モデルをですね、いろいろポチポチ探すと思うんですよ。で、例えばですね、まあこういう、まあいろんなですね、こう便利そうな、えー、ツールが出てきたときにですね、えっ、ー、と、これいいなと思ってこうダウンロードしに行こうって思ったときに、えー、おそらくね、こうリミックスっていうのを見ると思うんですよ。えっ、ー、と、今これだとあるかな。 結構ね、ああったあった、このリミクシ,シーズっていうのね、こうありますよね、こういうの。で、えっ、ー、と、こういうのって一体どうやってそのリ,リミックスっていうか、このね、データを、えー、ダウンロードしてきた、ダウンロードしてきてやってんのかな、みたいな、こういうね、改造版を作るわけです。みんなモディファイするんですね。 で、モディファイをみんなどうやってるんだろうかと、えー、いうことをですね、皆さん考えてるんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうかというところで、今日はね、その、えー、リミックスのね、やり方ですね、えー、こういうデータ共有サイトから STL ファイルを拾ってきて、えー、3D CAD でね、えー、何かこう手を加えて、えー、また STL ファイルで書き出して、えー、シェアするというね、そういうリミックスの方法をね、今日ちょっとシェアしようかなというふうに思っています、えー。っていうのはですね、今日それやろうかと思ったら、 っていうのはね、これなんですね、やっぱりね。この RMU というね、マルチマテリアルユニットのこのフィラメントバッファーをですね、まあ、前向きにこう取り付ける機械、機械というか、ただの板を作ったんですけど、まあこういうね、えー、要は、なんか隙間ですね。この隙間に入れるプレートをただただ作っただけなんですけど、えっ、ー、と、これはですね、ここのユニットをですね、実際にプリンタしたものを測ってですね、例えばね、ここ、ここからここが何ミリでとか、ここからね、この、 この、なんていうのこの横の部分が何ミリでとかって、ノギスで測っていちいちやってもね、あのー、非効率的というかね。えー、なので、この元のね、RMU というね、ユニットのデータ、STLA データがあるので、えー、そこからね、直接 CAD に入れちゃ、入れてしまって、えー、寸法をね、引っ張ってくれば楽だろうというね、そういう発想で、これ実は取り組んだんですよね、これね。えー、この板を作ったんですね。だからここの隙間とかいちいち調べるのめんどくさいじゃないですか。ね。あのー、こういうのね。 なので、えっと、この RMU の STL ファイルを CAD にぶち込んでですね、もうその上に、どん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 、こう、トレースしていく、線画をね、トレースしていけば簡単にですね、そのモデルができてしまうし、なんならですね、STL ファイルを変換してあげてですね、加工できるようにしてあげればですね、直接これをこう、はわすというかね、今これ、挟み込むような、あの、モッズですけれども、これが直接生えてるようなね、 えー、こっちにくっついてるようなモッツもね、もちろんできるっていうね。えー、そういう、機能というかね、そういうやり方がね、できますので。で、皆さんもね、3D CAD というか、あのー、Singiverse とか、えっ、ー、と、Printables とかね、えー、いっぱいダウンロードしてて、ちょっとこう、この人のデータ、ここちょっと改造したいんだよね、みたいな。えー、ちょっとこれ合わないんだよね、みたいな、え、ことがあるときにですね、ちょっと役立つ方法ですので、皆さんね、知っといて損はないかというふうに思います。まずですね、今日の、えー、っとね、 えまずね、3D CAD なんですけれども、えっと、オートデスクのですね、Fusion 360でいいかなと思います。他にもね、あの、ワイノセラスとかもね、いろいろやり方あるんですけども、えっと、フリーキャドとかね、もちろんいろんなソフトウェアがあるんで、 いいんですけれども、あの、STL っていうファイルは基本的に不可逆なんですよね。えっ、ー、と、要は加工、STL で一回書き出したものをもう一回 3DCAD に戻してくると、そこからさらに加工ができなくなるというかね、3D で た、保存形式としては、えー、要は劣化というかですね、まあ、三角形のメッシュでね、こう、ポリ、ポリゴンというかね、それで構成されて閉じているものなので、えっ、ー、と、体積もあってですね、あの、計算、そういう体積計算もできるのは、STL データなんですけれども、あの、これがですね、なかなか、あのー、難しいというかですね、こう、本当に自分が作るものを、こう、モディファイしていくっていうね、やりたいことをモディファイしていくっていうのは、なかなかにちょっと難しいというところなんですよね。はい。 まあ皆さんもですね、まあもし今手元にパソコン、ね、開いてる方いらっしゃったら一緒にちょっとやってみてもらえればと思うんですけれども。配信時にトラブルがあったので代わりに解説するのだ。メニューの挿入からメッシュを挿入で SQL ファイルを読み込むのだ。位置がずれていることがあるので中心に揃えてから地面に移動を選ぶのだ。メッシュ。 の修正からメッシュを変換でソリッドモデルに変換するのだ変換できたらサーフェスに切り替えて修正を開くのだこのままだと結合が出てこないのでデザイン履歴をキャプチャしないにするのだもう一度修正を見てみると結合が出てきているのでそれを選ぶのだ チェーンを選択にチェックが入っていないとシフトを押しながら1つずつ結合したい面を選択する必要があるのだチェーンを選択にチェックを入れてクリックするとある程度自動で選択してくれるのだ次はこっちの面をやってみるのだ平面だから一発できれいにできたのだ。 カーブがああったりするとあると程度は自分でで選んでやるる必要があるのだ。小さく残ったところも少しずつ変換することでまとめることができるのだ結合を使うと平面になってしまわずに r を保ったママポリボン数を減らせていることがわかると思うのだ。 もう一度同じ動作をしたいときは右クリックでラジアルメニューの上に出てくるのを選ぶかショートカットキーを割り当ててやるといいのだこれを繰り返して形状をきれいにすると押し出しなんかもきれいにできるのだちなみにサブスクリプション版にすればこんな風にちまちま変換しなくても一発でできるのだ。 まとめるとですね、えっ、ー、と、まあ、プリンタブルとかシンキバスからデータを落としていきます。えー、これ改造したいなと。で、それは STL データなので、いわゆる不可,不可逆というか、これ不可逆って言い方、あの、僕も MP3 とか、あの、ウェブファイルのね、えー、言い方から取ってるんですけど、えっ、ー、と、3D データってもともと、まあ、あの、それぞれの CAD の形式で作っていくんですね。モデリングしていくんですよね。 で、その CAD の形式が、例えば Wave ファイルだとしましょう。音楽で言うね。えー、生ファイルだとして、えー、それを MP3 に圧縮する、みたいなのが STL に変換するっていう作業になるんですよ。そうすると、他のね、えー、CAD でも読み込めるし、3D プリンターのね、いわゆるスライサーでも読み込めたりするようになるんですが、一方で STL から、えー、CAD でいじれるように戻すっていうのは、一発ではいかないという、そういう意味ですね。MP3 から Wave ファイルに戻しても、えー、元の音質には戻らないというね。 えー、そういう,こう不可逆なああ、まあ、圧縮とは言わないんだけど変換になるんですよね。まあ、これを何とかしてやるというやり方がまず Fusion C60 に突っ込みます、えー。メッシュをね、ソリッド化しますと。で、その後にサーフェスを繋げていきます。 で、いじれるえデータになりました。っていうことに、ねえー、なるという手順でしたね。はい。これをね、ちょっと、まあ皆さん、だから、あの、プリンタブルズとかね、センギバースとか本当に今盛り上がってますから、まあ特にプリンタブルズがね、盛り上がってますから、なんかもうちょっとこれリミックスしたいんだよな、もうちょっとこれやりたいんだよな、みたいな思った時に、ぜひぜひこのね、フュージョン360のね、機能やってください。これ無料でもできたはずです。商用利用のアカウントでなくても、この機能は使えるはずですので、えー、ぜひね、皆さんやってみてくださいと。と、えー、そういうお話でございます。 ましたえー、いずれにしてもですね、その STL データは、あの、加工できないというふうに思わずですね、えー、いろんなね、人のいろんな面白い、えー、ツールのね、リミックスにこう、チャレンジしてもらえたらいいかなというふうに思っておりますというお話でございました。結構ね、あの、やっぱ、CAD と、CAD というかね、えっ、ー、と、他人のデータを、えー、いじるっていうのに抵抗がなければ、まあ、僕はもう抵抗ないんですけど、まあ、ある意味、ね、自分でその、 あの、リングとかね、あのフィジェットのクルクルするやつとか、自分のデータ作ってるのはある意味、まあ変な、あの、プライドみたいなね、えー、ところだったり、モラルみたいなところだったりもすいますんで、まああの、そんな気にしないよって人はね、ガンガン、あの、似たデータを拾ってきてはトレースして、えー、でいいと思うんですけど、まあ直接ね、こうやって、あの、加工することもできますぜと、えー、そういうお話でございましたと。 ぜひぜひね、えー、皆さんこれで、えー、既存の、ね、STL データファイルをいじってみてくださいという感じですかね。チャンネル登録と、ね、高評価まだの方はよろしくお願いいたします。